スーパースターの加入は予想を超えるほど効果的面だった。日本時間10月26日より、いよいよメジャーリーグのワールドシリーズ、WS、が開幕する。今年は大谷翔平と山本由伸が所属するロサンゼルス・ドジャースが27度の WS 優勝を誇るニューヨーク・ヤンキースが43年ぶりに激突。東西の名門、 そして両リーグ最高勝率を誇る球団同士の直接対決に注目は尽きない。画像、50から50だけじゃない。大谷翔平が2024年レギュラーシーズンで刻んだ栄光の名場面を厳選写真で振り返る。前日会見に出席した大谷のもとには、日米を含めた体制のメディアが殺到。米球界を代表するスターの生声を聞き逃さまいと、 取材の場所取りは混乱。球場警備員の怒号が飛び交うほど、緊張感は高まっている。そんな中、MLB 公式サイト、mlb.com のアンソニー・カストロビンス記者は、真にグローバルな WS の中心に大谷はいると銘打った特集記事を配信。大谷のドジャース加入効果を紹介している。同記者はまず、大谷は WS に本当の、ワールドをもたらした。 これまでの同シリーズで経験したことのないほど多くの報道陣と海外からの視聴者を獲得したと言及し日本をはじめ世界中の野球ファンをドジャースに引き寄せたと力説。作オフにフリーエージェントとなりドジャースと破格的な超メガ契約を結んだ大谷とチームメイトの吉信山本がこの舞台に立つことで海外からの関心も熱を帯びていると 日本人プレイヤーの活躍が球団人気に拍車をかけていることに驚きを隠せなかった。史上空前の大谷効果には首脳陣も破眼一生のようだ。ドジャースのスタン・カステン球団社長はビジネス面での好影響をこう指摘している。我々はグッズの一部を変更し、売店の一部を変更した。以前はなかった、日本語の日帰りツアーも多数あり、実施しているところだ。また、 日本にゆかりのある新しいスポンサーも大幅に増えた。しかし、最も効果的な貢献は昌平の知名度と、ドジャースというフランチャイズの知名度がうまく結びついたことだ。これは我々にとっても、常日頃から野球の国際化を作ろうと海外に目を向けている MLB にとっても大きな恩恵だ。大谷効果は、全球団がそれを共有している。 誰にとっても非常にポジティブでプラスなことだ。昨季まで同じロサンゼルスを拠点に置くエンジェルスから上昇分断のドジャースに移籍したことで、今シーズンは敵地での入場者数増加にも少なからず貢献した大谷。カストロビンス記者は、2024年のレギュラーシーズン中、彼はすでに MLB で最も多く売れたユニフォームを持っており、 ワールドシリーズでの活躍は大谷の母国でのスター性を増幅させることだろうと予測。大谷は WS の中心にいる。ドジャースは彼と契約したとき、単なるプレイヤーを獲得したのではなく、ブランドを獲得したのだと論じ、昨オフに結んだプロスポーツ史上最高額となる10年総額15億円。当時、の価値を大谷は十分に発揮していると伝えている。